皆さんこんばんは。日本共産党参議院議員の武田良介です。今日は248回目、よかったでしょうか、の行動ということで、毎週毎週金曜日、こうやって市民の皆さんが声を上げていただいていることに私も心から、感謝しております。感動しておりますし、私も国会議員として今回の中で原発ゼロの社会を作るために皆さんと頑張り抜きたいと改めて決意をしております。安倍政権が、原発の再稼働を次々とやってるわけです。仙台、伊方、そして高浜、この間3号機も動かしました。しかも今度は経済産業省が原発の新増設なんていうことまで計画に盛り込もうと、こういうことを言っております。福島のあの事故をどう考えていたのか、もう本当に無責任な政権ではないでしょうか。私も本当に信じられない思いであります。私福井県、地元の一つでありますので、行ってお話も聞きましたけれども、福島の、福井のあの原発動かすといったって、あれ危険なプルサーマルですし、それから近代書もなんだかんだ言って作る作ると言いながら先送りして作らないできて、その上避難計画だって地元の方からこんなのじゃとてもじゃないけどと言われてるにもかかわらず原発を動かしていく。じゃあ原発を動かすのは本当に誰のためなのかと、私絶対国民の皆さんのことを考えてやってるわけじゃないと思うんです。電力会社とかその利益共同体と言われる方たちのために原発動かそうとしてると、こう言わざるを得ないんじゃないでしょうか。こういう方たちに原発を動かさせるわけには絶対にいかないというふうに思うんです。あの原子力機構が、内部被曝の事故も起こしました。日本共産党の茨城県委員会も、抗議に行ったということを聞きましたが、なんであの作業をやったのかと聞いたら、これから廃止にあたって使用済みの核物質もう少し詰めれるんだったらもっと詰めたいから隙間がないかなということで中開けたっていう、こういう話じゃないですか。結局使用済みの核燃料を処理できないってことを自分たちで認めてるような、そんな話です。しかも管理も十分にできないような、こういう方たちに原発を任すわけには絶対にいかないと、私も本当に実感をしたところであります。今政治がやるべきことは原発の再稼働やそれから輸出や新増設では決してないと。福島の皆さんは今でも避難生活強いられてる、ふるさとを奪われて本当に悲しい思いをしてるわけだから、原発事故で被災された皆さんの生活と生りわいの再建のために本当に力を尽くすっていうのが真っ先にやるべきことではないでしょうか。私このことを国会でも引き続き訴えていきたいと思うんです。私参議院の環境委員会におりますので、規制委員会かなんかにもね、どんどんとこう戻っていくことができる、そういう立場でありますので頑張りたいと思いますし、先ほどもお話ありました、本当に原発ゼロの社会を作ろうと思ったら政治がその決断しなければいけませんから、この政治そのものを根っこから変えれるように私も頑張り抜きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。頑張りましょう。